バンプ・オブ・チキンの2021年を振り返りましょう。2月11日、25周年を迎えた日に、フレアを配信リリースしました。同日に MV も公開されました。2月27日、NHK の音楽番組、ソングスに出演しました。4月21日、天体観測の MV が1億再生を突破しました。5月17日、 七色が主題歌の NHK 連続テレビ小説、お帰りモネ、ね、が放送開始しました。同日に NHK ラジオ第一のラジルラボにゲスト出演しました。5月18日、七色が配信リリースされました。同日に MV も公開されました。6月7日、活動休止をしていたナオイがポンツカにて復帰しました。10月13日、アーティスト写真が新しくなりました。 11月1日、スモールワールドが配信リリースされました。11月5日、スモールワールドの MV が公開されました。同日、スモールワールドが主題歌の映画隅っこ暮らし青い月夜の魔法の子が公開されました。11月14日、バンプオブチキンスタジオライブシルバージュビリーが配信されました。11月17日、シルバージュビリーグッズの販売がスタートしました。 12月21日、ステージオブザグラウンドが札幌ビール第98回箱根駅伝4年生力編 CM ソングに決定しました。12月22日、パッケージシングル七色がリリースされました。同日、アカシアのスタジオライブ映像が公式 YouTube チャンネルで公開されました。12月23日、七色のパフォーマンスミュージックビデオが公開されました。 12月31日、第72回 NHK 紅白歌合戦に出演しました。